この曲は私高校の時だった人がいて、この人がすごい好きでした。でも今は僕が好きで会えないけど、でもきっとこの YouTube で見てくれて見てくれるはずなんで、その思いが届いたらいいな。Thank you.
Gracias.